平野の仕不正解でも食レポが笑いを生む。キング・アンド・ピンスの当たり前レストランでの魅力。キング・アンド・ピンスの平野仕様、食レポのおかげで笑いと癒しを提供。キング・アンド・ピンスの冠番組、キング・リンチェ・プリンスルが3月4日に放送された。 その中で行われた当たり前レストラン企画においてメンバーたちは料理名を当て正解したものだけがその料理を食べることができるというルールがある。今回は高級 SP と名打たれメンバーたちの料理知識が試された。特に注目を集めたのは平野仕用の不正解にもかかわらず食レポで笑いを提供したエピソードだ。 本編、平野仕様の食レポ、笑いと不思議な魅力が光る。番組内で行われた、当たり前レストランの最初の料理は、V やベースだった。人牛自由太が正解し、その料理を味わっていた一方で、平野仕様は不正解に終わった。しかし、その瞬間に平野が繰り広げた食レポは、視聴者たちを驚かせた。 劇団一人からのヒントで、六文字、と知り、はしゃぐ平野。しかし、彼の回答は、マングローブ、であり、不正解だった。それでも、平野は、イヤベースを食べる神宮寺の様子を見ながら、味がわかると言い出し、すごい鼻に抜けるというか、食べた後に、息遣いが海鮮で、塩のバランスはちょうどいいですね、と、独特な表現で、なぜか食レポを繰り広げた。 次に登場した料理は、てっちり、で、劇団一人からのヒントで一瞬、合ってた。と叫んだ平野だったが結局正解。その際、平野は後藤をいじられ、俺、よくお尻が、てっちり、っておばあちゃんに言われてて、と釈明した。しかし、劇団一人に、お尻のこと、てっちり、って言うなら絶対正解じゃない、と指摘され、笑いを誘った。 最後の料理、ロシーニ、でも不正解が続いた平野放送を見たネット上では、食べてないのに食べている人より上舌に食レポしてるの笑った。平野君やっぱり面白すぎる。なんでお尻の呼び方で正解だと思ったんだといったコメントが寄せられ彼の不思議な魅力にファンたちが笑顔になっていた。平野仕様の笑いと癒し。 キング・アンド・ピンスの番組に新たな魅力を加える。キング・アンド・ピンスの冠番組、キング・リンチェ・プリンスルはメンバーたちが様々な企画に挑戦し視聴者に笑いと楽しさを提供している。特に、当たり前レストランでは、平野紫仕様の予測不能な行動が番組を盛り上げていることが分かった。 平野の食レポは不正解に終わったにもかかわらず、その独特な表現や笑いを生むセンスが視聴者に受け入れられている。彼が不正解でも、その場を楽しさに変え、視聴者たちに笑いと癒しを提供する姿勢は、キング・アンド・ピスの番組に新たな魅力を加えていると言えるだろう。 平野紫仕様の存在感や笑いのセンスは単なるクイズ番組の出演者を超えて番組全体のエンターテインメント要素を引き上げている。彼が不正解するたびに繰り広げられる食レポは予測不能かつユニークな要素となり視聴者たちにとって番組の楽しみの一環となっている。キング・アンド・ピスの番組はメンバーたちの個性が光るエンターテインメントとして ファン層を広げつつある。平野紫仕様のようなメンバーの存在が番組において新たな展開や笑いを生み出し、視聴者たちに楽しいひとときを提供している。今後もキング・アンド・ピスの冠番組が予測不能なエピソードや笑いに溢れた瞬間で視聴者を魅了し続けることが期待される。